時刻は6時半になりました。澤田賢治最新ニュースのお時間です。レモジュリニュース1830、こちら1月12日ネトラボという記事から、 NHK 紅白歌合戦の歴代大鳥人気ランキングナンバーワンが決定、3位は2019年の嵐ということで、こちらはこのネトラボというね、ネットの、まあメディアサイトがですね、今年の2022年1月1日から1月7日まで、調査を、したという、歴代紅白で一番好きな大鳥はというね、アンケートで、ございましたが、こちらのランキングベスト3、まず3位が嵐ということで、これは第70回2019年の嵐が紅白で大鳥を務めた、回なんですけども、この第2位がですね、なんと、我らがジュリー澤田賢治さんということでございましてですね、まあこの、ジュリーのね紅白の大鳥、まあ、ジュリーファンもね伝説的な大鳥だと思うんですけども、第29回1978年の、ジュリー、ラブ抱きしめたいね、うん、これは本当に伝説的な、まあねパフォーマンスですよね。この年は実は赤組の、鳥は、当時19歳だった山口百恵さんということで、この当時っていうのは紅白は鳥はその演歌の方が、鳥をするというのがもう、まあ、常識的なものだったんですけども、この年はそれをガラリと、覆すような、まあ、1年というか、まず山口百恵さんが、赤組の鳥、そして我らが、ね、ジュリーが、白組、そして大鳥を務めるということで、まあ、最後そのね、まあ、総合司会のアナウンサーの方に促されてジュリーがまあ登場するんですけども、まあ、黒いシルエットで姿が見えないんですよ。そこからパーッと現れるジュリーでね、もうねうぎゃーってありそうになりますもうほんとかっこいいんですよ。もう登場した時うわーってかっこいいって感じで登場して、赤いジャケットを着てですね、まあ、歌うんですけど、ちょっとこう上目遣いな感じで目線が上なんですけど、それがねなんかね妖艶さをこうさらに際立たせるというか、めちゃくちゃかっこいいんですよね。でこんなね、まあ言ったら紅白の、まあ、覆すような大鳥なわけじゃないですか。でまあ震えたりね、普通なら、まあ、この当時のやっぱりミュージシャンアーティストはこの、まあ言ったら紅白に出るのがまあね最大の目標みたいなところあるじゃないですか。それが大鳥ですよ。もう緊張するはずなのに一切そういう姿を見せずに、まあ、こう歌い上げていくんですよね、うん、まあそれがもう本当に色気もそうですし歌唱力もあるし、まあもう誰もがもう納得する、うん、もう演歌じゃなくても、もうジュリーが大鳥なんだよみたいな、もう間違いなしみたいな感じで、で最後のまあ決めというかね、まあこう手を挙げるんですよ最後にね、うん、それがまたかっこいいんですよ、むちゃくちゃ、うん、本当に妖艶という、こう言葉がジュリー以外には当てはまる、ものはいないみたいな最後の終わり方、うん、もうやっぱ当時見てた人はもうあれでしょうね、歓喜したでしょうね。まあ1位に関しては、SMAP 第54回の世界に一つだけの花ということで、まあ仕方ないですね、相手5人ですからまあ嵐も5人ですけどねまあ本当にね、まあジュリーは1978年ですから、もう今からまあもう40年以上前のこのジュリーのラブ抱きしめたいが2位に選ばれるというのはやはりもうすごいことだなって改めて思いました。お送りしましたレモジュリーニュース1830、このコーナーを含みます。月曜日から金曜日6時半にジュリーの最新情報、楽曲をご紹介するサイトレモンジュリーステーション、こちらのサイトもよろしくお願いします。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひこちらのサイトもよろしくお願いします。しぎれもんでした。